はい、どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテム、スラックスでございます。ですね、なんてことのないスラックスなんですけども、すごく全体が汚れております。汚れていますし、匂いもしますし、触った感じもですね、非常にこう手触りが悪くてですね、汚れてるなというような感じがします。もちろん目で見てもね、すごくこう色の段差がはっきりとした白い輪染みがついてるんですよ。何かをこぼして、輪染みができたというような、例えば飲食に伴う、食べこぼし、飲みこぼしでこんな風になったというわけではないんですよ。普通に吐き続けていたことによってですね、汗とか皮脂がついたことによって、そしてそのまま放置してしまったことによって、このような悪い状態になってしまったというような感じでございます。いやいや、大腿部には色あせも見て取れるんですが、でもまあそんなことよりも何よりも、この前からも後ろからも見えるこの白い輪染みですね、潮が吹いたようになってしまっているわけでございますよ。汗もたくさんかいたんだろうな、でもそのまま洗わずに吐き続けたんだろうなというようなね、感じがいたします。クリースライン、センタープレスですね、もうほぼほぼ消えちゃってる状態でございます。素材は毛 50%、 ウールが 50%、 そしてポリエステルという化学繊維が 50%、 裏地はポリエステル 100%。 洗濯内表示はですね、ドライクリーニングも水洗いもどっちもできるよと、プロのウェットクリーニングもできるし、家でも洗えますよ。ただアンダーバーが引いてあるので、機械力を制限したりですね、優しくデリケートにより丁寧にというか、もうそんなガンガン何構わず洗って大丈夫というようなわけではないですよ、というようなことが洗濯液表示で見て取れます。裏返しにしてみるとですね、さらにすごいことになっております。すごいですね、こうお尻側です。膝から下、どうして膝から下ってさ、意外とこう汚れにくいところ、汗とか皮脂がつきにくいところだと思うんですけど、すごいですね。シミ、汚れ、匂い、全て取ってね、ピカピカにしてお渡ししたいと思います。はい、仕上がりこちらです。もちろん洗浄力を重視した作業をしたんですが、それを1回だけじゃなくてね、何度か繰り返しております。あれだけね、やっぱり汚れがひどいとですね、1回洗って綺麗になりましたというわけにはやっぱいかない、僕自身納得しないし、お客様もですね、綺麗になったなというふうに実感しにくい状態ではお渡しできないので、汚れた状態、汚れ具合によってですね、やっぱ作業内容というのは変えなくてはならないと思います。センタークリースライン、センタープレスもしっかりとね、これぐらい角が立った状態で入っておりますので、もう気持ちよく快適に来ていただけるんじゃないかなというふうに思います。匂いもなくなっておりますし、何よりこう触った感じがめちゃくちゃサラサラで気持ちいい。もうこうでなくちゃダメだなと思いますね。多分手で触ってもわかるし、もちろん目で見てもわかるし、鼻でクンクンしてもわかるし、そして履いた時にね、足を入れた時に、うわなんか気持ちいいなというように思っていただけること間違いないんじゃないかなというふうに思います。で、今裏返しにして、ビフォーの状態でもね、この状態の映像が一番、汚れが目立って目に見えてわかる白い輪染みがたくさんあったんですけど、もう何も残っていないです。綺麗な状態になっておりますね。まあどうなんでしょうかね、その本当はねこんなひどくなってなくて、放置したことによってこんな風にシミが分かりやすく出てきたのかもしれないですよね。だってあの状態じゃ履けないでしょう、履けないと思いますね。このスラックスをこの色で履いているということは、ビジネスライクな感じだと思うんですよ。仕事で着てると思うんですよ。仕事でね、お客様と会う際に例えばこのスラックスを履いているいたとすれば、ビフォーの状態で履いていたとすれば、それはやっぱりね、非常にこう清潔感のない印象を与えてしまうんじゃないかなと思いますのでね、
クリースラインのしっかりセンタープレスの入った綺麗なパンツで清潔な状態でお仕事していただきたいなと思いますので、もうちょっとね、まめにこまめに早めに洗っていただいた方がいいかなというふうには思います。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。